ヒルトはフホアール移動遊園地には多くのアトラクションがあり、大人向けの絶叫マシンや子供向けの乗り物、その他腕試し、力試し、運試しのゲーム類なども盛り込まれている。ドイツ、パッサウの移動遊園地移動遊園地はアメリカ英語でトラベリングカーニバル、または単にカーニバル、あるいはトラベリングファンフェアなどと言われる娯楽工業で複数のアトラクションや 食べ物の販売、物品の販売、運や技量を試すゲーム、肝試し、動物の出し物などから構成されている。移動遊園地は、通常の遊園地のように永続的に特定の場所に設置されるのではなく、一つの場所から別の場所へと移動していく。その源は、19世紀のサーカスと似ており、どちらも街の金傍や街中の空地に設置され、一定の期間が過ぎると、 別の場所へと移っていく。1893年、シカゴで開催されたコロンブス万国博覧会は移動遊園地が発達する経済的誘因となった。世界各地には多様な移動遊園地が存在している。ほとんどの移動遊園地はアトラクション、食べ物、ゲームなどを単一の運営主体が担っているわけではない。多くの場合、その移動遊園地と契約した。 個々の独立した業者が出し物などをそれぞれになっている。こうした個々の業者はカーニバル全体の運営者に対して売上に対する一定の比率を支払う契約になっている。移動遊園地に出店する独立事業者は相互に関係があったり血縁で結びついていたりすることがよくある。移動遊園地の運営者の多くは大きな規模になるので移動遊園地をいくつかの 単位ないし部門に分かれている。それぞれの単位は6件かそれ以上のアトラクションからなっている。こうした単位ごとに動かすことで移動遊園地の運営者は同じ州の中でもあちこちで移動遊園地を展開させることができる。アトラクション類や店舗は一般的にはトラックで運搬される。アトラクションには台座に車輪がついているものもあり、他の部分は解体して畳まれ。 陸路で運搬できるようになる。食品の屋台は通常は自動車で牽引されるが中にはきちんと解体して梱包しないと運搬できないものもある。一部の大規模な移動遊園地の運営者は一つの場所から別の場所へと機材を鉄道で運搬することがある。移動遊園地の運営者は何シーズンにもわたってスケジュールを組んでいる。南部の温暖な気候の場所で工業した後、 夏場の暖かい時期にだけ北部へと移動する。2000年代初めの時点で多くの移動遊園地ではエンパナーダやタコスが提供されている。揚げマーツバー、揚げトゥインキー、ィッピンドッツのアイスクリームなども一部の移動遊園地で提供されている。ありがとうございます。